原油男、ボンドですよね。地球の生命体を進化させまくるゲームをやっていこう。早速、創造者にようこそ。あなたは、のために、オフラインでした。まぁ、ちょっとおかしいところがあるんだよね。Google 翻訳使ったのかな、これは。まぁ、24時間42分の間、プレイしてなかったってことだね。こういうプライベート情報出ちゃうんだね。まあ、仕方ないか。あ、でもその間、あなたが稼ぎました。129ミリオン。集めよう。おー。これじゃあ、オフラインの間でも勝手に集まるんだね。この、エントロピーが。放置ゲーみたいな感じかな、じゃあ。早速じゃあポイント使っていくか。すごいエントロピー溜まっちゃってるな。ここら辺は変えちゃうね。それからここの海の生物は、お、なんか集まってたね。何やってたんだ、まあ、今でもクラゲが結構いて、プラットワームも少し。お、待って、魚が飼えるようになってる。ついにこの星に、魚が誕生する時が来たか。来た、魚だ。素晴らしい。命の素晴らしさを感じる。魚という字を食べようとしてるったな、今。よし。新たに増えたね。海の生物の仲間たちが。お、魚のなんか、進化していけるね。よし。魚の効率をアップするため進化させよう。お、ここで、最初の動物は、海から出てきて、乾いた土地に住み始めます。とうとう陸上生物の誕生か、これは。よし。これで、おお、陸の土地も見れるようになったね。爬虫類も飼えるようになってる。地上最初の生き物は爬虫類か。どんどんなんか星が進化していくね。その前にちょっと海の生物を増やしとこうかな、もうちょっと。一匹だとね、魚かわいそうだし。7匹ぐらいにしとこう。プラットワームね、増やしまくって。お、いいね、いいね。賑やかだな、もう。見てるだけでなんか楽しいよね、こういうの。よし。あとは微生物世界も少しずつ増やしとこうかな。ポイント使いまくっても、どんどん増えていくからね、このエントロピー。これだけ増やせばいいでしょ、もう。微生物世界はどうだ？おー、なんか、なんだよ、これ。すごい密集してたな、今。うわあ、でも、めちゃくちゃいるなあ。でも実際にいるからね、こんなに。まあ、ちょっとね、川の水飲んでみると、これが口に入るからね。うわあ、集まってきたね。ちょっといろいろま、進化してきたから振り返ってみよう。まあ、最初はこの、ホームスター。これは太陽ってことかな？あ、ここになんか説明が書いてるね。星は宇宙の電源です。なるほどね。太陽の歯が近くの惑星に継ぎ込まれ、数百年ものエネルギーを提供します。まあ、要するに太陽はすごいってことだよね。まあ、太陽があるから地球が生きてるっていうみたいな感じで。で、これ、資源スープっていうのは隕石が降ってきたってことか。で、隕石に含まれてたアミノ酸とか DNA とかがね、まあ、進化して、原核細胞。真核細胞になって、ようやくここで、海の生き物、スポンジ。クラゲプラットワームになって、
魚、そしてついに陸上生物爬虫類の進化がやってきたか。よし、これで初めての陸上生物が誕生した。まあ、ちょっとトカゲっぽい爬虫類だね。え、ちょっと待って、なんだこれ。ワンクリック1万ポイントももらえちゃうけど。確か前回の終わりぐらいは100ぐらいしかもらえなかったよね。うわぁ、これは、ポイント溜まりまくりだなぁ。よーし。どんどんこれ溜めてくか。爬虫類はまだ買えないね。ここら辺でちょっとポイントを貯める時間がやってきたか。これはなんかログインボーナスみたいな感じかな。よし、どんどん貯めていこう。あ、ちなみにここの鼻くそほじくりマークがあるんだけどね。これを押すと、もう自動的になんか押してくれるんだよね。さらにここで自分もクリックすることによって、2倍ポイントが稼げちゃうっていう、まあ、ありがたい機能もあるんだよね。よし、これでどんどん貯めていこう。で、今40、まあ、50ミリオンとかいくね。まあ、確か1ミリオンが100万だったから、まあ、5000万あるってことか。まあ、結構エントロピー稼げちゃうね、これ。結構エントロピー貯めてきたけど、進化が一つも買えないか、まだ。まだまだ貯めなくちゃいけないね。よーし、どんどん貯めていくぞ。まあ、ゲーム性としてはね、まあ、ただクリックするだけのゲームなんだけどね。まあ、でもこういうの見ていくと面白いよね、結構。なんかこの写真もリアルになってきてるね、なんか。ここら辺はなんか、絵だったけど、ここからなんか写真になってる。さあ、ここに、卵の殻があるんだけど、これは説明によると、エントロピータップ、利益が、プラス9万5千になるんだよね。今1タップ、タップっていうかまあクリックなんだけど、1万しかもらえないけど、これで、10万。10倍増えたぞ。よしよし、これはいいぞ。さらに、溜まるのが早くなったね。よし、爬虫類2匹目変えた。いいぞいいぞ。まあでも一晩放置してるだけで、なんか生き物がめちゃくちゃ増えたね。なんか本当に、なんか水の中に数匹だけ、なんか細胞入れて、次の日になってみると、なんか大量発生してるみたいだな。なんかウイルスみたいでね。よし、ちなみに新しい生物は、まだ増えてないか。じゃあこの進化の耳とか足を買わなくちゃいけないね。これも結構、ね、結構時間かかりそうだけどね。まあ、頑張ってみるか。よし、これで、爬虫類の足が買えるようになったね。さらに 100% 効率アップ。よし、おー、ポイントも11万5千もらえるようになったね。もっと、ここで、哺乳類。新しい陸上生物、哺乳類が買えちゃう。ビリオン。ビリオンってことは、10億かな？10億エントロピー必要ってことかな。いや、これは、めちゃくちゃ時間かかりそうだな。ま、昨日始めた頃はね、ワンクリック1しかもらえなかったけど、ここまでね、進化したから、なんとか頑張って、今回哺乳類までは行きたいね、進化は。よし。ちょっと、この星を見ながらね、クリックしてるか。
よし、ここでちょっと覚えてほしいんだけど、18分ね。哺乳類変えるまで何分かかるかちょっと測ってみよう。18分が、今哺乳類は10億必要なんだよね、ポイント。エントロピーが。10億貯めるまで何分かかるかちょっと測ってみよう。ここでようやく10億貯まりました。だいたい10分かかったね。まああと6000エントロピー必要なんで、6000万だね。6000万エントロピー必要なんでね、まあもう少し頑張ろう。いやちょっとこれ腕が疲れてくるな。まあただね、これ忘れないでほしいことがあるんだけど、これ指をね、こう押しまくってるんだけど、このことによってね、指筋がちょっと鍛えられちゃって、鼻ほじくるときに使えるんじゃないかな、これは。すごい量の鼻くそ取れちゃう。ここで、止まりましたね、ついに。うわ、これ、指がちょっと曲がってるんだけど、やばいやばい、ちょっと待って。今見てみたらちょっと本当に指がちょっと曲がってる。ピンと伸ばしてるんだけど、ちょっと曲がってるんだけど、やばいやばい。まあ、そんなことはどうでもいいんだよね。早速、こう溜まってきたんで、哺乳類買ってみるか。ついに来たか。17分かかったね、もうこれ、だいたい。おお、哺乳類。うさぎだね。ついに来たか。ちょっと動きが面白いな。なんかぶっといぞ。面白い動きしてくるな。これでなんか進化の種類も増えたね。どれもこれも20億とか40億エントロピー必要だな。さすがにもうエントロピー貯める力は残ってないけどね。ここで最後にこの細胞世界をめちゃくちゃ増やしてみよう。さあ、まずはアミノ酸から。よしよし。DNA。よし、こんな感じで、どんどん買っていっちゃうぞ。よし、ここまで増えたね。うわぁ。大量発生してるなぁ。うじゃうじゃいるよ。ここでほじくりマークがまた使えるようになってるね。よし、これで。まあ、こんな感じで、まあ、また次やるのが楽しみだよね。放置してるだけで勝手に溜まってくからね、これ。で、一応調べてみると、なんと、スマホでできるみたいなんだけど、まあ、Google Play 限定なんだよね。iPhone とかだとできないけど、Android ならできるってことなのかな？ Android の Google Play から、まあ、このゲームのタイトルを検索すれば多分出てくると思うからね。まあ、気になる方がいればね、まあ、説明欄にゲームのタイトルが書いてるんで、ぜひやってみてください。それでは最後まで見てくれてありがとう。コメント、グッド、チャンネル登録よろしく。